Part 1 in this mini-series is on Banshōji, a wealthy, high-tech temple in urban Nagoya, Japan, showed how Daito Genyu, the current head priest of Banshōji, was able to expand the temple's network from nearly 15 or so elite family member households to nowadays more than 7,000 families by starting indoor graves. Indoor graves, as the video explained, present a response to contemporary societal change and the fact that families in Japan are rapidly changing. This video now shows the opening of a new indoor grave and the rare occasion of a ceremony where life is brought into a new Buddha statue. かかることの無料光線人心渡すこと公用次元展示開く未明の祖縁に従い観に応じて霊光を放つ三門今月今日自音閣本尊釈迦牟尼仏大日如来阿弥陀如来入仏開元の義足の真に愛を。 Yeah.
山にからずという御堂なし、しかも常にこの菩提座に所持たも。不死で願わくは天元あるかに見て、今後常に照らし、通言令を万古にわだんでこうね、諸縁起事情ならんごど。 の活動の特徴は何ですか。そうですね、やっぱり光を取り入れている。今までの納骨堂はやっぱり窓がないんですよ。窓があっても隠してるんですけど、今回は自然の最高を取ってるんで、非常に明るい納骨堂になってますね。その自然を生かして、こういった内装、それから納骨堂なんかもちょっと木目調にして、自然を意識してます。前の方、本尊様に、本尊に一番近いのかね、そういうような選び方もありますね。いろいろ、本尊がすごい近くなんで、目の前なんで、そちら窓からは松も見えますんで、そういうのも、こちらの側のは結構スペースの広いですね。そうですね、こちらは広い。奥には多分ちっちゃい、値段も違うのかな。ここだともうかなりの納骨ができるんで、 こちらご本尊で、下に骨壺を収めるんです。そうですか。やっぱりもう明るい。明るいですね。こちらバッグもちょっと五光をイメージして、この開けるとこが光るんですね。扉を開けるとここが光になってます。なるほど。 LEDですね。そうですね。それはセットとなるんですか、上と下の。こちらは上と下がセットで、あとはこの向かい側、これは2段に分かれてますね。こちらと、こちら、この新しくできたばかりと思うんですけど、もうすでに興味のある方がいますか。そうですね、やっぱり待ってる方はいらっしゃるんでね。 すでに待ってる方がいます。そうですか。オープンを。今日の法要とか、簡単に説明してくれますか。今日はこちらのご本尊が新しいご本尊で、開眼といいまして、仏様に精を入れる法要を行いました。今までは、ただ置物だったんですけど、今回法要したことによって、こちらに魂が入ったと。 Thank you so much.